児童12名は沿線の歴史や風景を織り込みながら模型の作品をいたしました。一つ一つの作品には子どもたちの地域を知り大切に思う気持ちや美しい自然の中を走る列車が表現されております。これらの作品を末永く主要な駅に展示していただき、過去と未来をつなぐ鉄道に思いを馳せていただければ幸いです。頑張って作ったので解説にしてください。はい、お願いします。ありがとうございます。手作りのものだと、心がこもってていいかなと思ったから、手作りのジオラマを送ろうということになりました。やっぱり日南線の利用者が増えてほしいとか、あとはもっと列車が好きな人が増えてほしいとか、そういう理由があって、そういう気持ちで作りました。普段から利用している人やあんまり使ったことない人にも見てもらって、もっと使ってもらえるようになってほしいと思ってます。